はい、皆さん、はい、今日はまあ9月1日ですね。ひまわり系とあるわけで、この長年乗ってたアルファードを今日で手放すことになりました。なぜかというとさ、ピロピロ、お前の口から説明してやる。またピロピロね、去年みたいに。そうね、この動画みたいに。こんなこと、あ、めっちゃ傷ついてる。うわー、というさ、あと下のこのフレームの、これも反省してんの？反省したら今回のことは ないだろう。いやー、今回ですね、何の説明してんの？アルファード買い替えます。アルファード買い替えます。何が反省してだよ。俺関係ないから。お前関係ないか。関係ないよ。ほとんど勝手に買い替えるだけだから。この度ですね、マイケル、これアルファードは新しくなります。はい、あの別の車に買い替えします。はい、買い替えします。お前関係あるやろ。どういうこと、アルファード。いや、深く関わってんじゃん。これがなくなる理由は全く関係ないって話してる。なくもない。反省しろはおかしいよ。それにしても関係なくないにしても一回ぶつけたけど、それのせい。いや関係ないよね。関係あります。関係ある。はい、というわけでね、何年乗った？4年乗ったと思います。はい、お世話になりました。お世話になりました。おめでとう。ぶつけてね。ここら辺ね。逆側だわ。めちゃめちゃいい車でしたよ。いい車だった。父ちゃんがね、すごい思い入れがね、うん、そうだね、持っててね、いろんなところに出かけましたよ。出かけましたね。いや、だからとりあえずアルファード君にまずさよなら。ありがとう。いろんな遠いところに連れて行ってくれてありがとう。ありがとうございます。本当にぶつける。扉一枚変えたからね、うん、中はもう綺麗に荷物出したんだよね。綺麗に出しましたよ。なんかあるけど、これはいい。あ、本当だ、あるじゃん。これはいいでしょ。この辺にもいろいろ刺さってたけど、この中も、はい、全部出して。いつも通りでも、うん、本当だ。これは抜かないと、これ。あ、ゲート開けるやつめっちゃ忘れてるやん。これさ、ちょっと、うん、おばちゃん最後に座るのか。この冷気、座席からこう冷気とか暖房とかが出てくるやつでしょ。確かに。ここは、あ、ここは何？これちょっと光ってる。あの、あんま見えないけど、うん、ここで色変えられるんだよ。明るいからね、よくわかんないけどね。あ、色が変わるね。どうした？俺のグラサンここにまだ残ってる。おお、危ない。大丈夫、ここら、こことか。ちょっとみんないろいろ忘れ物ないか見た方がいいんじゃないの？みんな一回チェックした方がいいな。チェックして、チェックして。中に入って。ね、私さ、一回運転席乗ってみていい？すごい。運転席乗ったことなかったもんね。お、うん、ちゃん運転するにはもうど前だね。お、うん、ちゃんサイズこのぐらいだね。おちゃんサイズ。あ、すごいね。はい、じゃあどうですか、存分にお別れできましたか皆さん。はい、あ、こうなると寂しくなるな。はい、寂しくなりますね。あ、今日はね、この新しい車の納車式です。はい、はい、この足で終わる場所に向かいます。向かいます。はい、はい、ありがとう。アルファードありがとう。バイバイアルファード。バイバイ。アニメイトカフェとの可愛いコラボグッズがウェブで発売中。私たちのアクリルスタンドやキーホルダー、缶バッジ、コンパクトミラーまであるよ。詳細は概要欄を見てね。はい、ということでね、ある場所に着きました。はい、見てください。見えてるけど、どんどん見えてますね。うわ、レクサスでございます。はい、新車はレクサスでございます。なんと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 、入りましょう。はい、はい、レクサス買うとこんな対応してくれ。
すごい店の雰囲気がえぐいんだけど。えぐいね。ネジとかなんかパーツみたいな、ギアとか、うん、多分そうだよね。大福、うわ、すごい素敵な色、俺もこれすればよかった。美味しそう、すごいカクテルみたい。夏色ソーダ混ぜますよ、じゃあ。はい、いや、でも緑色になったやん。ほら、ビフォーアフターすごい。あ、ほんとだ。これが夏の色やん。そうね、混ぜないで飲んでみたら、まちゃまちゃ。上と下で味違うじゃん。下が、あの、多分濃厚なパイナップル。うん、私も。すごい、シロップ。うん、上がソーダ。おぉ。これ、混ぜたやつ。ピロピロ混ざった。あ、上がソーダだね。わっ。これだから、濃厚なパインジュースとソーダが混ざった味がする。そうだね。何？あ、マジシャン味の。すごい。もうすごい。饅頭だ。うまそう。絶対美味しい。クリーム？絶対美味しい。ほうじ茶の苦味とこのこしあんの甘さがマッチしてめっちゃ美味しい。うわ、大人の味だね。食レポもいけるような。最近頑張って。あ、食べたのもね。お茶だけは。ヤムロ。お持つでしょ。ヤムロ。したら、立って下から持ちます。こうやって。したら、こうやって。小汚い。小汚い。はい、ちょっと展示場ね。レクサスの展示場見ていきます。これは SUV だね。これ SUV か。うん。ちょっと大きい。大きめ。うん、展示車だから。あ、かっこいいじゃん、ピロピロシートエグ。あ、オラクも乗る。いいよ、ちょっと乗る。うん、何閉めんの。あ、いいじゃん、似合ってるよ、うん、いいじゃん、似合ってるよ。ね、似合う似合う。聞こえないよ、全く。開け方わからなかった。全然聞こえないよ。今、開け方わからなかった。これさ、あの、引き出せなくなったら俺どうすんだと思ったけど、ここ引いたら開いた。全然聞こえないわ、これ。え、聞こえない。怖いから。すごい。フィットしてる。シート。フィットしてる。してる。セダンもめちゃめちゃいいよ。これもめっちゃかっこいいよ。うわ。あ、まあ、全然ちゃうね、作るわ。うん。どこまで行きまで行きまで。足長いな、お前。ごめんなさい、もう当たっちゃう。身長高いのも考えものまで。もうちょっと下げた方がいいね。結構下げないとダメだ。ダメだ。そんな喋ってない。すごいボーイいいね。全然聞こえない。喋ってない。準備できました。はい、準備できましたよ。準備できました。納車式始めます。お願いします。本日はこの納車、おめでとうございます。おめでとうございます。おー、かっこいい。すごい。わお。どうですか、まちゃまちゃ。これにも、これに乗ります。これですよ。これ乗って遠出するよ。遠出するよ。かっこよ。もういい。俺は運転できないよね、もう。もう運転しない。もう無理だ。うん、君は運転しない方がいい。怖すぎ。うわー。めっちゃかっこいい。19インチ。でか。でかね。19か。車が大きいので、19に入れられないかもしれない。あ、確かに大きいよね。じゃあはしゃいでます。
高さ、ね、なんか高さある感じが、うん、高さは一応ね、長いのは分かってるけど、うん、高さは高いね、すごい、後ろはもう一文字かっこいい、音の手相みたい、うん、見えるんじゃない、確かにおー、これはかっちょいいぞ、テキサスの会議、デザインいいね、パナと、はい、短パンもいただきました、はい、ここに LM が書いてるね、書いてあって、うん、お好きな方、じゃあこっちでおしゃませておお、なんか重量感あるねえ、マジでなんかアルファードよりはあー、なんか持った感じが違う、ね、手触りが違うよ、はい、お、重い、重いねすごい、みんな持つの、おお。これなんか振ったら何か出るやつや、なにこれ、何のリレー、おお。大体だよ、わー、オーナーさんです、わー、わー、おお。すごい、はい、こんな感じです、はい、こんな感じです、あ、かっこいい、はい、じゃあ、ファーストイン、入れたい、こっちにあるんですね、今までは、うん、ここら辺に、あ、確かにね、スタート機があったので、うんうんうん、今度こっちなんで、はい、行きます、はい、なんか映画が始まりそうって感じ、画面がね、あ、大きいな、このナビ、大きい、見やすい、すごい見やすい、えい、うわぁ、でっか、手すりでっか、うわ、なにこれ、うわぁ、え、なんか、なんか出てるよ、なにこれ、なにこれ、テーブル、なにこれ、すごい、ステップがついてる、ほんとだ、うん、え、あ、これ出てきたのか、うん、扉開いた時に、スマホ的な、スマホ、え、違う、わかんない、あ、え、すごい、なにこれ、倒せるの、椅子の形のなんかついてる、どうぞ座って、え、スマホじゃねこれ、椅子の角度の調整とか、あとはあの空調、あとはオーディオ、これで全部、うん、これちょっと外せるんですけど、おー、おー、おー、あ、上が開きました、はい、操作できるのね、こちらでこうシートのリラクゼーション、例えばこれ右側なんで、これであのマッサージチェア、わぁ、え、下なってる、今ボコって、ボコって、マジで、じゃあ左側も行きますかね、あ、おーちゃんも来るよ、ボコッボコッ、例えばこう、まあ、今暑いので少しこう冷やす、うんうん、風を出したりっていうのがこれで、おー、行った行った、え、すごい、おー、行った行った行った何寝ようとしてる足も出してみたら、足も、そうですね、おー、うわ、おー、え、長い、おー、長い、わ、いい、おー、バーチャルアーチャーも寝れるに寝れるじゃん、確かに、寝るわ、おやすみ、マッサージされながら、あ、マッサージされながら、確かにお茶めちゃいい、超リラックス、進みます、ランプっていうので、これつける消すなんていうのはここでできます、明るさの調整とか、あ、これだけついた、こんな感じですね、うわ、うわ、あ、ついたついた、ほんとだ、読書灯っていうのもあって、はい、あのスポットで照らせるんですよ、読書っていくんですから本読んだりとか、はい、そういったような、おお、こもこれで一応イルミネーションもですね、はい、今これ白なんですけど、おー、ついてるついてる、おー、絶対後で遊ぶでしょ、遊びます、方法とかも、あの別にこうこれがいいって決定しなくても、こう車がその時のどんな気分ですかみたいなものを選ぶと、気分次第で集中したいなとかっていうのがあったりとか、リラックスしたいなっていうのを押すだけでマッサージの方法とか勝手に選んでくれます、
言葉が出ないんですけど。こうしてこれをこう出して、おお、お弁当でもあるんです。うわぁ、詰める、かまったこれ、うん、ね、詰める。またね、デクサス住みます芸人になっちゃうの。住みます芸人。おお、なんかが降りてきた。これくつろぎたいときっておっしゃるなって今。あ、おあ、まーちゃんがやったの？私がやった。わぁ、すごい。すごい、エレウメがやったの。おお、え、あ、上開いた。サイドだ。うわ、開いた。わぁ、ボタン1個か。え、どこにしまってんの、ここ。え、おお、結構開くね、ここ、うん、前より。あ、確かにね、出入りがしやすい。一回後ろに座ってみて。俺が、私もいけるよ、ここ一番体でかいの。お前が行かないと。おお、体大きい人でも。お、身長188でも大丈夫。足もね、余裕ありそう、うん、ちゃんとその携帯置き場みたいなところもめちゃ便利じゃないですか。あ、わかる、これいいよね、これいいね。俺基本的にもうメガネ外すからこうやって。あー、あー、超いいね。でこあ、後ろいいな、2列目でこ。前、俺が乗ってる車の運転席ぐらいよ。それだってこっちだってまだ全然余裕あるんだもん。そうだ、ね、前には、うん、前出せばむしろ元広いよ、うん、うわ、え、そこそんないける、全然こっちで余裕。え、マジか、すごいな、これ広くなりました。こうでこうでこうだ。俺だって前にこのくらい余裕あるの。あ、ね、うん、きれいに乗ってね。乗る前にあの足の裏の泥を払ってね。前の車の前のシートさ、蹴ってる跡とかさ、ついてるから。確かに。なんか泥だらけの足で乗ってきたりとか。いや、ここに、ここに。それは昔の話だから。うん。あとこちらでご調整ですね。この辺に津波があって、奥行きと高さと。おー。おー。これも出るんだ。すげえ。はい、ドアの開け方が、うん、まあ、今回また違います。そうだね、これレバーがないので、はい、これを親指で押してそのまま押し開けるような形。ああ、でこれを引っ張るんじゃなくて押すんですね。押してそのまま開ける。おお、かっこいい。やってみ。え、これね、うん、おお、おお、いいでしょ。いい。だってなんか今までは引っ張る力と押す力と両方必要だったんですよ。おかしいよね、今までのね。考えてみたらね、うん、かなり今までのおかしいよね、うん、俺知ってるのは、うん、このレクサスね、後ろにね、うん、車とか通ったりすると開かないんだよって、うん、へー、そうですよね。はい、もちろん下調べしましたよ。これ高速入ってる時に速度を保つよね。そうそれ、はい、前だとここにレーバーがあって、はい、これがと、これはですね、うん、ボタンこれだけです。ああ、一個だけ。これってヘッドアップディスプレイ出てますか。出てます、出てます。え、出てんの。見えない。見えない、私の方からは。ここに映ってました。映ってる、映ってます。それ一日ね、目線がそうですね、下げなくて済むんですけど、これボタンを触ると、うん、まあ、押さなくてもこう指がある位置が多分表示になってると思う。本当だ。何もこっちも分かんないんだけど全然。すごい。わかんないよ。はいはい、スマホみたいにいじってる2人とも。なるほど、はい、使いこなせそう。はい、使いこなせる、使いこなせる。すごい、今頑張って練習して。いいです、ね、後ろ見てよ、スマホいじるみたいになんか、まあ、遊んでるんじゃない。説明してもらってないな。後ろの開け方ね、はい、まあね、多く紹介してもらったんですけど、はい、この矢印上の方を押すと、うん、はい、あ、ピロピが今、ピロピがあのハンドパワーで開けてます。おお、かっこいいね。かっこいい。ここにもなんかついてますね、コンセント。いいね、うん、あ、これもセカンド椅子調整できるんですか。あ、ここでね、うん、確かに荷物入れるときとかここで調整して広くしたいときとか、うんうんうん、これ跳ね上げられるので、はい、あー、そっかそっか、一緒ですかね、はい、かっこいいよ、これかっこいい。長いよね。長いね、確かに。閉めます。はい、閉めてください。
出た。あ、出た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 。パワー切れ。パワー切れた。あ、あれ開けてるじゃん。強いな。いいねこれ。スキーの高さでね、うんうん、止められるのいいね。それ目標そうだと思う。そう。そっち側も操作できるし、両方からね。これいいね。これいい。なんかあるもんね、ちょっとこうちょっとだけ開けて止めたい時あるもんね。そうそうそう、うん、なんか特に後ろ駐車の時さ、近いじゃん。ああ。絶対できないんだよ。はい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 。これ押さえながらこうから、ね、やってるやってるね。一人で誰か押さえてみたいな。そうそう、押さえる扉もね、はい、ハンドアで手もちゃんと締めてくれるんだよ。おお、閉まりました。ガチャンとかさ、そうバーンとかやんなくていいってことね。そう、うん。じゃエンジン切りましょうか。でもバタンってやっちゃうのね。でもやっちゃう、でもやっちゃうね。このぐらいは大丈夫だよ、うん、これ大丈夫だよ、ね、全然降りこないよ、ずっと、はい、ほら、いつまで遊んでんの、いつまで遊んでんの、どうした、なんすかじゃない、ほんと住めますよね、君たち。住めるんじゃない、住めます芸人です。とりあえず今晩は大丈夫そうだね。そうだね、はい、かわいいのもらえました。このレクサスの L になっている。口が確かに確かに、なんか都市伝説みたいな。レクサスポーズ教えてもらった、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。マッサージしてんの今。マッサージしてます、まーちゃん今。マッサージ、うん、いいねー、マージャン。いいねー。よし、まずは洗車するか。いやいや、洗車しない。いやいやいや、必要ない、必要ない。前よりなんか、なんか明るい気がする。明るいね。いや、天気がいいとかじゃないよね。うん、なんか明るいよね。ここ開けてるから。そうかもしれないけど、内装もね、うん。前はクリーム色なんだけど、これね、ちょっと白いね。確かにね。閉めても明るいね。あ、すごいな。確かにね。え、窓大きい？なんかね、あと、静かだね、前より。いいね。これ使って遠出するのは楽しみだね。はい、楽しみですね。楽しみです。はい、あと全国のレクサスでお茶ができるらしいので、お茶しましょう。お茶しに行きましょう。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。